5月16日月曜日、おはようございます。飯田浩司です。今朝私は沖縄県那覇市におります。今日の新聞各紙の一面を見ますと、沖縄復帰50年、昨日の式典の様子、写真で大きく取り上げられて、そして、50年前の1972年からの歩みというものを、様々な形でフォーカスしております。この番組もですね、沖縄から今日は放送いたします。今週末、私土曜日に沖縄にやってまいりまして、那覇市であったりとか、時間限られる中でしたけれども、復帰のあの当時を知る方々等々お話を伺ってきました。今日はですね、その模様も含めて、沖縄の復帰50年、これを掘り下げていきたいと思います。でそんな中で私今おりますのはですね、那覇市寄宮にあります、那覇市民会館というところであります。ここは1972年50年前にですね、復帰の式典が行われたというところであります。今曇天で、沖縄すでに梅雨入りしてますんで、ずっと雨がちのお天気が昨日おとといも続いていたんですが、若干肌寒いなという感じで、半袖1枚だと寒いと、私上にジャケットも羽織ってるんですけど、これで十分だなというような形になっております。でその50年前にここで復帰記念式典が行われたわけなんですが、それから50年、実はこの那覇市民会館という建物はですね、2016年の10月から休館をしておりまして、私の目の前もフェンスが立ち並んでいるという感じです。そしてここ大きなですね、国道330号という通りの代々木交差点の近くなんですけれども、今ですね、私の後ろで、パトカーが、動いているようで、サイレンの音も鳴ってます。車運転中の方、私のいる今沖縄で、サイレンの音が鳴っているということですので、お気をつけいただければと思います。さてこの那覇市民会館、日本が沖縄が日本に復帰する2年前、1970年に建設されました。復帰に向けて文化の伝道というものを作るんだということでですね、沖縄県内からコンペで、募集して、そしてですね、さまざまな沖縄の地の部分の、風土に根ざした建築というものを目指したということでありました。与那原産の瓦を使ったりだとか、内部の壁には、壺や焼きのタイルを貼り付けたりだとか、あるいはやんばるに群生するシダ植物の、装飾を施したりだとか、久米島からも石を持ってきて階段にしたりだとか、本当にこの沖縄の粋を尽くしたという素晴らしい建築だったんですが、時代なんですよ。コンクリートに海砂が混じっていた。それによってですね、中は100年経っても大丈夫ってものを作ったんですが、コンクリートの部分が腐食が進んで、残念ながら2016年にはもう閉めざるを得なかったと。あの1970年代、高度経済成長が終わろうとしているところ、沖縄はそれに追いつこうと開発に邁進した。コンクリートの建物がたくさんできた。その部分のインフラの整備というのは確かに進んだということがあったんですが、一方でですね、こうして50年の時を待たずに閉めてしまうという建物があります。そしてこの那覇市民会館の隣には代々木公園という大きな公園がありまして、あの当時50年前はここに人が溢れておりました。1万人以上の人がですね、本土復帰を祝うというよりは、我々のもう望んだ復帰ではなかったと、基地が残ってしまったじゃないかということで、怒りの声を上げたという、万歳と、そして怒りのシュプレヒコールというものがこの小さな空間の中に混じっていたというですね、50年前はそれを象徴するような場所だったんですが、じゃあ50年経って今どうだ。朝6時4分であります。人ほとんどいません。で、車社会ですから皆さんまだこの時間は、それほど道も混んでないんですが、この国道330号の代々木交差点、昼間あたりになりますと結構渋滞の名所だったりもするというところであります。ここに立つとですね、何かその昔から50年前と今のつながり、そして、中心地も含めてですね、移り変わっていくということを非常に感じるところであります。
今日はですね、沖縄の復帰50年について、掘り下げていきながら、沖縄とそして東京有楽町のスタジオを結んでお送りしてまいります。東京のスタジオはいつも通り、新業一華アナウンサーです。新業さん、おはようございます。はい、おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。どう、そっちのお天気は。こっちもですね、どんよりとしたお天気でして、もうレーダー見てみますと、沿岸部を中心に雨が降っているところもあるんですよね。はい、で現在に今日はお天気どうなりそうですか。今日はですね、1日雨の見込みですね。で、まあ、気温もあまり上がらないということで、肌寒い1日になりそうです、こちらも。ということで、有楽町のスタジオには新業アナウンサーと、そして、今日のコメンテーター須田慎一郎さん、そして沖縄那覇から私田でお送りしてまいります。この後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や飯田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてぜひメール、ツイッターで番組にご参加ください。今朝は飯田アナウンサーが本土復帰50年を迎えた沖縄から、そして私と今朝のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんが東京有楽町からお送りしていきます。今朝は飯田浩司アナウンサーが沖縄で取材したレポートも含めてお届けしていきます。昨日沖縄で行われた沖縄復帰50周年記念式典の様子、40年にわたって沖縄の振興に携わってきた元沖縄県副知事の上原義行さんへのインタビュー、50年前の沖縄復帰記念式典で青年団代表としてスピーチをされた元沖縄県議会議員のぐっしーこうすけさんへのインタビュー、そして沖縄本島最北端の岬、辺戸岬からの取材レポートなど、現地で取材した模様をお伝えしていきます。その他取り上げるニュースですが、6時30分頃のここが気になるプラス、フィンランドが NATO への加盟申請を正式に表明、7時30分頃の教えてニュースキーワード、北朝鮮で新型コロナの感染が拡大です。ここが気になるのコーナーです。今日は私飯田は沖縄那覇におりまして、ホテルの1階に今戻ってきたというところであります。で、有楽町のスタジオと2限中継でお送りするということです。朝刊各紙が届いております。一面をざっと見ますと、やはり昨日のね、沖縄復帰50周年の記念式典、その様子であったりとか、あるいは、総理、それから玉城沖縄県知事のスピーチのね、内容等々が見出しに取られています。朝日新聞、50年平和の島達成されず、続く過重な基地負担、沖縄知事式典で訴え、毎日新聞、沖縄の平和目標トーク、復帰50周年式典、知事負担軽減をと、いうことで、まあこの2つの新聞はどちらかというと基地負担であったり安全保障の部分を大きく出している。一方で読売は、沖縄復帰50年、首相強い経済実現、基地負担減へ決意と、なっております。まあ昨日のね、この式典ですが、沖縄コンベンションセンターという沖縄会場、宜野湾市にあります。そこと、東京会場はグランドプリンスホテル新高輪の国際館パミールというところ、さらには、まあ、陛下は、ね、オンラインで、天皇皇后両陛下ご臨席という形で、まあ、三元でやるというところでありました。そして三権の長、総理、知事等々、様々な方々の挨拶があった中で、天皇陛下のお言葉もありました。で、産経新聞はそれを一面に掲げています。復帰50年陛下努力に敬意、国と沖縄歩み寄る未来へと、こういう見出しが掲げられております。ではここでですね、その陛下のお言葉、ノーカットでお聞きいただきます。沖縄復帰50周年にあたり、本日沖縄と東京をオンラインでつなぎ、記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います。先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、戦後も約27年間にわたり日本国の施政下から外れた沖縄は、日米両国の友好と信頼に基づき、50年前の今日、本土への復帰を果たしました。大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々は
ぬちど宝、命とこそ宝の思いを深められたと伺っていますが、その後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いをいたしつつ、この式典に臨むことに深い感慨を覚えます。本土復帰の日、中学1年生であった私は両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えています。そして復帰から15年を経た昭和62年、国民体育大会夏季大会の折に初めて沖縄を訪れました。その当時と比べても沖縄は発展を遂げ、県民生活も向上したと伺います。沖縄県民をはじめとする多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します。一方で沖縄には今なお様々な課題が残されています。今後、若い世代を含め広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとともに、今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。美しい海をはじめとする自然に恵まれ、豊かな歴史、伝統、文化を育んできた沖縄は多くの魅力を有しています。沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り、式典に寄せる言葉といたします。昨日行われました沖縄復帰50周年記念式典、その場での天皇陛下のお言葉をお聞きいただきました。まあ、昭和天皇は沖縄に戦後ですね、沖縄にを訪問したいという思いがあったんですが、かなわず、そして、上皇陛下は何度も沖縄を訪れて、そして、まあ、流歌を歌う等々というんですね、歌い始めて流歌を取り入れたりなんかもしながら、様々な形で、沖縄に寄り添うというお姿を実際に見せておりました。そして、金城陛下、父を見て、育ったというところで、まあ、その表現も含めて受け継ぐお言葉であったと、まあ、このあたりはですね、今日長官琉球新報、まあ、地元紙ですが、指揮者評論というところで、中地博史沖縄大名誉教授が、象徴天皇の姿勢好感という形で、書いています。まあ、かつてのね、その感情の部分というのは沖縄戦を経験してますから、天皇陛下万歳と言って知っていった人たちのことを考えれば非常に複雑な思いがあったという沖縄ですけれども、この部分のこのね、寄り添いというものを体現されていると、まあ、このあたりが次の50年に向けてのアプローチの仕方の一つのヒントになるのではないかということも思いました。 OK 工事アップ、今朝は私飯田が那覇から、そして、新業アナウンサーと今日のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんは有楽町からお送りするということであります。この時間からご登場です。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。有楽町と沖縄をつないでお送りします。本土復帰50年のニュース、後ほどまた、ね、詳しくお伝えしていますが、はい、まずは、ウクライナ情勢に関連してですね、フィンランドが NATO への加盟を正式に申請表明したというニュース、フィンランドとそれからスウェーデンもね、近く申請をするというようなことになっておりますが、だいぶこの辺の安全保障環境も変わってきましたか。そうですね、まあ、これは大前提としてね、やっぱりロシアのオウンゴールと、自ら招いた、はい、結果だと私は思いますけれども、まあ、そういった意味で言うとですね、戦後のですね、欧州のヨーロッパのですね、秩序といったらいいんですか、はい、仕組みがですね、大きくこれで転換してきた、
思うんですよね。で、今回、まあ、フィンランドの、まあ、これを最終的にですね、まあ、決断したというかですね、そういう方向性にリードした、マリン首相ですね、この方、36歳の女性ということで、はい、やはりその、戦後のフィンランド化というですね、状況といったらいいんですか、要するに、まあ、軍事的に安全保障的には中立という形を保って、ロシアとの関係を、まあ、友好的にね、持っていったという形からですね、うん、はい、やっぱりこの戦後生まれのですね、36歳の女性首相が出てきたことによって、そのかつてのね、第二次世界大戦、まあ、途中、その後のですね、はい、経験っていうのも、うん、もうちょっと、そういったことを皮膚感覚でわからない新しい世代が出てきたことによって、ロシアとの関係をリセットしようという大きな動きが出てきたんだと思いますね。ああ、私よりも4、5歳若いんですよ、マリンさんが、はい。で、ほとんど多分冷戦下の記憶ってものがないですよね。だから肌感覚が違うってのはまさにそうですよね。ただ、そうは言ってもですね、やはりそのロシアのね、はい、リアルな、まあ、軍事的脅威と言ったらいいんですか、これに対して、まあ、どう対峙していくのかっていうところで考えていくとですね、やはりこれよりも、はい、先に、例えばドイツがね、GDP 対比、防衛予算のですね、2% 超え、はい、2%。はい。こういったところを踏み切ってきたところを考えてみるとね、やっぱり、ヨーロッパ自体が大きく動いてるんだろうなと。で、そう考えていくとですね、その秩序そのものが、変わってきてしまうというですね、状況になるのかなと思いますけどね。でもこれだけ、まあ、このフィンランド、スウェーデンが NATO に入ろうとすると、これ同盟の価値っていうものがもう世界的に見直されているというか、むしろないとこれまずいぞっていうふうに思う国がたくさん出てきたということでしょうね。ですから今ね、飯田さん言われたようにですね、もうちょっと言葉を控えて言うとですね、集団的自衛権というところなんでしょうけども、はい、単独で、自らの国の防衛を、ね、保障するっていうのはもう難しいと、それが常識になってきたんだろうなと思いますね。まあそうするとね、じゃあこうアジアに置き換えた時にどうなんだと、まあ日本日米同盟があるというところでありますが、まあそれをこうきちっとワークさせるというのは非常に重要になってきますよね。ですからね、きちんとね、日米安保の規定を読み込んでいくとですね、なんかこう、日本がですね、そういった軍事的に攻撃を受けた時に、はい、一方的になんかアメリカが守ってくれるというね、そういう立て付けになってるわけじゃないんだと。要するに日本もですね、応分のちゃんと負担というかですね、対応していかなければ、はい、まあアメリカもですね、そこは、ね、真剣に対応してくれないんだっていうことをやっぱり理解すべきですよね。そういった時にですね、今の憲法であるとか、あるいは、はい、防衛予算でいいのかどうなのかという問題が出てくると思いますけどね。まずここが気になるプラス、フィンランド NATO へ加盟申請正式表明というニュース取り上げました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。昨日沖縄本土復帰50年となりました。私は今朝沖縄から、そして有楽町のスタジオからはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。まずはですね、為替お伝えしておきましょう。円相場、1ドル129円40銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。元沖縄県副知事上原義行さんに聞く沖縄本土復帰50年。昨日5月15日、沖縄が本土に復帰してから50年を迎えました。この時間はですね、本土復帰の翌年、1973年に沖縄県庁に入庁され、2010年から13年までは当時の中島博一知事の下で副知事を務められた上原義行さんへのインタビューをお送りいたします。この上原さん、本土復帰の翌年の入庁、県庁入庁ということなんですが、復帰が5月15日ということで、新規採用で県庁に入ってくる人というのは73年4月が1期生ということになると。ですんで、もう復帰からの1期生と、その方、まあ、そこからですね、40年間にわたって2013年まで、副知事を務められたということで、まあ、県庁で40年、この復帰からの流れをご覧になってきたという方であります。まあ、上原さんもね、叩き上げの県庁職員というところですんで、まあ、ある意味非常にですね、こう
明晰な官僚という感じで、うん、でしかもずっとこう県内の経済について、まあ、最初は道路を整備する土木畑から入ったそうなんですけれど もう企画課というですね、もう企画部門、県全体の経済をどう回していくかというあたり、あるいは全体のデザインというものをこうやってきた方でもありますので、まあ、この50年そしてこの先というところも、まあ、そういった目線で、お話をしてくださいました。では上原さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます。50年経ってどうですか、やっぱりいろんなものがこうできたっていうのは達成した部分はありますか。ですからね、まあ、30年よる子振興開発計画という名前で、ね、30年やってきましたけれども、30年を、が来る前に、はい、事件が起きるわけですよ。1995年、はい、少女の暴行事件が、うん、あれでね、もう沸騰しましたでしょ、沖縄のはね、うん、冷戦が終わってね、はい、例えばそのヨーロッパなんかでも平和の配当じゃないけれども、アメリカ軍が引き始めてるんですけど、ちょっとね、もう緩和の方向にあって、うん、世界全体がもう米西冷戦終わったからですね、いうことで少しこういう危機感が恐れた時代です。要するに基地に対するね、需要といいますかね、もうそろそろ縮小されるんじゃないかなと思っていたんだけれども、アニハからや沖縄に関しては全くそういうのないと。要するに世界的にはそういうその軍備縮小のある中で、沖縄基地は一体どうなのか見通しが全くつかないと。そこであの事件があって、実は橋本さんが総理大臣です、橋本龍太郎さん、はい、で沖縄県の動き、反基地の動きに対してこれはもう何とかせないかなと当然思いますよ、うんうん、でそこでね、彼のね総理談話でも出てくるんです。その総理大臣としてのその何て言いますか、沖縄に対する、はい、公式声明みたいな、もちろんですよ、閣議決定されます、うん、これで何が言ってるかですと、今までの取り組みが十分でなかったと言ったんですよ、沖縄県に対するね、はい、それともう一つ、1997年に返還の25周年の記念式典ってあるんですよ、まあ、今年50年ですけど、ちょうど半分、はい、25年式典、総理来られたんですよ、うーん、橋本総理が、はい、そこで彼がね、式辞を述べるんですけど、式辞たるや、またこれがすごいの内容といいますか、今までは要するに補助事業というか、はい、ハード事業で、ね、新興開発なんですよ、はい、もう開発じゃないよと、うん、これ相当、ね、国がやりますよって言ったんです。復帰してもう30年だって、もうそろそろ我々は国もね、ちょっとだんだんね、はい、まあ、手厚かったのか、どんどんこうなると思ってたら逆、うん、どんどん相当持ってるからやり始めます。これからは単なるね、はい、オールジャパンの全国並みの新興開発だけじゃなくて、はい、ソフトも含めて本当に沖縄の特性を生かしたね、歴史的にはね、うん、地理的にはね、うん、地理的にももう沖縄はそのね、まさに最高の場所なんだ。だって沖縄のね、米軍の車のナンバープレートがね、ナンバープレートに、はい、キーストン・オブ・パシフィックとなんです。うーん、キーストン・オブ・パシフィック、これはね、もうずっと米軍から太平洋の絡み石、まさにそれとね、はい、対象のことがこれですよ。パシフィック、クロスロード、要するに何が言いたいかというと、そういう意識的なやつも、やっぱりもう軍事戦略上の拠点あるってことは、はい、民事含めてね、うんうんうん、そういうところがでもね、当然拠点になりうるよってことなんですよね。あ、経済的なこう流れできても、物の流れできても、うん、だって軍事上ね、一番、まあ、今のウクライナではそうなんだけど、まさに民事でも物流というのが、ね、一番これから経済を支えるようになるでしょうね、うん、と。ついでにね、まあ、特殊な話しましょう、特殊事情、はい、自然的、沖縄にハンディがありますから、とんでもないですよ、うん、自然的条件からいうとね、日本なんか沖縄ほど恵まれてるところないじゃないですか、うん、いや唯一の亜熱帯だからと言って、亜熱帯ってことが不利な方がないでしょ、うん、こんな綺麗な海とか空とかに囲まれてね、なおかつ冬は温暖だし、うん、
でもう一つ基本的なことが、まあ、これ結論になりますけれども、はい、沖縄の特性って何かなと。それは誰でもフレンドリーになるんですよ、うん、それがね、ただまあ酒飲んで終わるだけじゃなくて、うん、本当にね、人間っていうのは人間の幸せっていうかあれは人との出会いが人生だという考えなきゃいけないと思うんですよ。そしたらこのネット上なんて本当に出会いなのかってことですよね。うん、本当に面と向かってね、はい、まあ、その気遣いを感じながら出会って触れ合って支え合うというような社会をね、僕は作らないと危ないと思う。うん、ということは、まあ、結論ですけど、経済的な強さというものと人間的な温かさというものが両立できる社会が沖縄が作れるんじゃないかと。うん、まあ、それが僕の夢というか結論ですけどね。上原芳幸さんのインタビューの模様を聞きいただきました。まあ、もうね、事務所には、こう、資料がうず高く積まれていて、まあ、それを一個一個めくりながら、実際にこういうことを言ったんだって指し示しながらですね、熱弁を振るって、くださいました。まあ、経済についての話が中心という形、まあ、このあたり、次に向けて何をすべきかというところですね、このニュース7時またぎ、スタジオにいらっしゃいます、須田慎一郎さんと共に深めていこうと思います。7時またぎ、上原芳幸さん、元沖縄県副知事、インタビューの模様をお聞きいただきました。まあ安全保障とかね、についてっていうのが言われることが多くて、今日の沖縄の県史、琉球新報一面は平和豊かな美ら島へ、沖縄タイムズ平和の島実現要求というふうに大きく出ていますけれども、まあ一方でこの経済の部分と、まあ、インフラ整備はだいぶできてきたということの、まあ、そういう認識がね、結構上原さんのお話の中からも出てきましたが、須田さんどうお感じになりましたか。やはりね、米軍統治下に置かれてた状況というのは、アメリカサイドはですね、全くそういったインフラに対する投資といったらいいんですかね、住民のですね、生活を向上するための予算って割いてこなかったんですよ。全くと言っていいぐらいにやってこなかった。はい、ですから、本土に復帰した時点というのは、戦後がそのまま残っているというね、そういう状況。私も沖縄県出身の方に話を伺ったことあるんですが、当時っていうと、やはり一定程度の所得がないと、例えば靴も買えなかった、裸足でですね、ぬかるみを歩いているというね、状況だった。そっからですね、一気に本土並みのですね、インフラを整備していく。ここは相当私は日本は、中央政府はですね、一生懸命やったんだろうと思いますよね。ただ、その復帰した時点っていうのはもう日本はすでに高度成長を実現してましたから、世界第2位の経済大国になってましたからね、はい、その格差ですから、その格差の穴埋めのために相当インフラ投資はやったんだけども、結局ですね、それをやったことによって何が生まれたかっていうと、そこに依存する、例えば公共事業投資に依存してしまうですね、経済構造になってしまった。ですから自律的なと言ったらいいんですか、例えばなんかこう工業でね、物を作ってとか、あるいは、何かこうソフト面でね、まあ、産業を勃興させてというところが全く置き去りにされてしまったというところがですね、まあ、その、負の、これは仕方がないんだけれども、残ってしまったのかな。それを、やっぱりさっきのインタビューにあったように、橋本龍太郎さんがですね、総理大臣になった時に、大きく方向転換が行われたということなんだろうと思いますね。まあ、30年が経とうとしていた第3次の振興計画の最中だったというところですけれども、あれで、まあ、インフラは一定程度こう整備ができたから、これで終わるんじゃないかっていうことを、まあ、上原さん、ちょっと危惧していた部分があったんだけれども、そうではなくって、今度はソフトをきちっとやるんだと、ね、いうことを言われて、で、そこから、じゃあ、俺たちが沖縄から、もう計画を出していこうっていうですね、そういった取り組みもやったんだと、まあ、21世紀ビジョンだとかっていうのをこう、どんどん提起するっていうような機運が、あの当時は生まれたんだというふうにおっしゃっていたんですが、ね、まあ、その後、最低でも県外というね、某総理の発言があったりとかして、もうどんどんと政治の部分でこじれていってしまったという、まあ、そのあたり、この、今、この20年ぐらいっていうのが、
のボタンの掛け違いというのはものすごく大きかったような印象がありますね。そうですね。で加えてですね、まあ、今日に至って考えてみるとね、どうなんでしょうね、はい、やっぱり、アジア特に極東のですね安全保障環境激変しましたよね、はい、冷戦終結時というのはこのまま世界が平和になっていくのではないかと思われましたけれども、やっぱりその後、はい、その中国の、経済成長発展等を含めてね、あるいは北朝鮮という存在を含めてですね、要するに極東のそのね安全保障面でのアメリカにとっての必要性というのが、じゃあ低下していくどころかむしろ上昇していったという状況に私はなっていったのかなと思いますけどね。昨日の式典の中での中日アメリカ大使、エマニュエル大使、はいのスピーチというのが、ウクライナ情勢を引きながらですね、まあ価値観の共有だとか同盟の大事さというものを訴えていて、まあそれはまさにその、沖縄というところが、まあ新たなこうキーストーンとなっているぞっていうことを、まあアメリカの視点だとそういうふうに見ているっていうところは、まあ大きいですよね。そうですね。ただそのあたりなんですけれども、本土へ復帰するにあたってですね、その米軍基地の取り扱いといったらいいんですか、はい、要するにこのまま残すというね、それが条件として、はい、本土復帰というか日本への返還、この返還自体がですね、やはり、非常にこうアメリカサイドにとってみると異例な対応という、で、そのためにこう条件をつけたわけですよね。で、そのまま許容してきてしまった、日米安保条約の中で、まあ、それでよかったのかどうだったのか、あるいは日米地位協定の問題であるとか、そのあたりですね、政府がどういう対応を取ったのかというのが問題ですよね。でね、一方で、日本を自分たちで守るという意味では自衛隊の存在があって、ここは、この、かつては、まあ、自衛隊に対して本当に県民感情は良くなかったんだけれども、今、8割以上の方がと、かなり変わってきていると。だから、その辺での、こう、役割っていうものも、まあ、今後の検討課題になるかもしれないですね。はい。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん、私飯田は沖縄から、そして須田さんは有楽町のスタジオから二元中継でお送りいたします。この時間取り上げるニュースはこちらです。沖縄本土復帰50年、政府と沖縄県が記念式典を開催。昨日5月15日、沖縄が本土に復帰してから50年を迎えました。沖縄と東京では政府と沖縄県が合同で記念式典を開催。式典には天皇皇后両陛下がオンラインで出席され、沖縄会場には岸田文雄総理大臣や玉城デニー沖縄県知事などが出席しました。ということで今朝はですね、その模様を昨日私も取材いたしました。で、今日は沖縄那覇からお送りしているということになります。このですね、コンベンションセンターで行われた復帰50周年の記念式典、宜野湾市に700人余りの方々を集めてということでありました。また東京の会場で、さらには天皇皇后両陛下もオンラインでという、まあ、この式典そのものは三元でという形になっていたようであります。で、今朝この時間はですね、まあ、50年前の当時を知る方々にも取材をしてきましたので、その中で自由民主党元沖縄県議会議員、まあ、県連会長なども歴任されました。で、50年前の沖縄復帰記念式典で青年代表としてスピーチをされた具志康介さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます。具志さんが本土復帰、あの当時どういった思いを持っていたのか、そしてその後50年が過ぎました経済各社基地問題について何を思うのか、まずは本土復帰当時の思いから伺ってまいります。復帰の時にね、はい、私が訴えたかったことは、まず何としても27年間のいわゆるこの分断された中で格差が出たんですね。これも実感として考えました。学生時代もそのように言われました。どんな生活なんだろうね沖縄はと、ひどいのが言葉がどうなのと、日本語は普通に通じるんですかという、まあ、これはみんながそうだとは言わんけど、そういう人もいるぐらいな時代でしたからね。
で我々は沖縄県を理解してもらいたいということと、そしていつまでも同情されるような沖縄県民であってはならないと、当時の政治家に、ね、対する期待とか政治家が言っていることは、本土政府からたくさん その補助金を引っ張ってくると、これが自分たちの仕事だと、これが力がある政治家なんだと、今でもそういう感覚はあると思うんですよね。公共工事をさ、はい、引っ張ってくれというのはあると思うんだが、それはいいこと、決して全て悪いとは言わんけれども、そういう場合に長年虐げられた生活をやっているものにとってはなんかこう劣等意識につながるようなね、なんか同情されている、そういうようなのが特に若い青年にとってはね、これは嫌だったんですね。だから一日も早く自立して、いわゆるみんなの負担になるような沖縄県でやってはならないと、堂々と自立ですよ。自立できる沖縄県を作らなくちゃならんというのが一番の自分の願望というか夢でしたね。ところがまだ残念ながらね、どうですかこんな状況ですから、まだ特別措置法というのが、沖縄県がまだまだ必要だということで、第6次の沖縄振興策をスタートさせるわけでしょう。今年そうですね。だから我々の努力はまだ足りないと、私の政治の場にいた一人として大変これはもう時短だを踏むというか、反省をするところなんですよね。それと特に感じますことは、一番のテーマは、米軍基地の問題ですね。負担が大きすぎる、そして危険である。特に普天間飛行場は規模的にも広大で、しかも都市のど真ん中にある、これはもうとんでもないことなんだと、一刻も早くっていうのはこれはもう当然の話ですね。それがいわゆる佐高合意で、1996年に日米間で合意になったんですよ。あれは橋本総理の、沖縄県では太田さん、太田さんの時代に、そして太田さんも良かったと言って、移設条件付きということであったが、当時の太田さんもこれをね歓迎したんです。じゃあ移設どこに移設したもんだと、いうことでいろいろと議論があって、最終的に名護、いわゆる内陸じゃなくて、海側の方の万が一のことがあったら海に逃げれるようにと、そして、空港ですから離着陸で民間上空を通らないようにと言って、日本の滑走路 V 字型と、こういうような詰めを県も含めてさ合意をしながらね、26年経ってですよ、まだこれ解決しない、26年前と同じ議論をやってるんですよ。条件付き反対だと、今頃言っている、まさにこれ政治ですよ。ここに私はね、大変な時短だを感じる。私はその場に言いながらね、解決できなかったということがね大変残念だよ。だって我々が長いいわゆる米軍、異民族支配と言われたでしょ、あれが27年ですよ、返還合意から26年ですよ、ほぼそれ同じ期間ですよ、危険な基地は返せと言っておきながら、返すと決まっているにもかかわらずね、もう返したのは代替施設が建設始まっているのに、まだ反対だ反対だという闘争でね、前に一歩も進みきれない。何ですかって言って、私も含めて政治の場にいた私がこれできなかったっていうのがね、大変残念で申し訳ないなと思ってるんですよ。それともう一つ大きいのがね、地位協定ですよ。地位協定で特に裁判権だとかね、捜査権が、あれは一種の治外法権ですよね。あれが認められていると、いうことは沖縄県民にとっては大変厳しいですね。私も地位協定はやっぱり、特にこのいわゆる裁判権の問題だとかね、警察の捜査権の問題は
改定すべきだと、まあ、思います。ようやく公務外の部分はこっちでできるようになったっていうところですもんね、はい、これを今政府はなかなかね、まあ、厳しいと、まあ、いうような立てに触れないんですが、沖縄県民としては、ここをメッセージでない限り抜本的な、いわゆる基地被害、事件事故というのをね、抑えるということは難しいんじゃないかなと思いますね。この50年、本土復帰から50年について、具志堅介さんの、ね、インタビューの模様を聞きいただきました。浅田さん、お聞きになっていていかがでしたか。ね、論点が、ね、クリアになってきたんじゃないかなと、今具志さんの、ね、話を聞いてみると、で私思うんですよ、はい、今の、ね、インタビューを受けてですね、踏まえて考えるとするならば、やっぱりこの、普天間基地の移設の問題、辺野古移設の問題と、日米地域協定、はい、これは日米地域協定というと、かなり政治的な、ね、被災帯びてきてしまうんだけども、これ全く違う次元に存在するものではなくて、表裏一体、コインの裏表の関係にあるんではないかなと。ですから、確かにね、鎖国合意で、これを移設する、ね、返還決まってるんだからと、普天間のね、ということで移設をスムーズに進めていくためには、やっぱりどうなんでしょうね、このある種のこの治外法権であるね、日米地位協定の見直しというのもですね、やっぱりそれを合わせて、進めていかないと、県民感情としてはスムーズな、この移設っていうのを受け入れられないんじゃないかなと。ですから、ただ単純にその基地を移設するだけではね、あるいはそれを、動かすだけではですね、まあ、着地はしていかないんじゃないかなと、そんなように今のインタビューを聞いてみて受け止めましたね。そして本当、県政ずっとやってきた具志さんがいつまでも同情されるような沖縄県民であってはならないと、それを50年前にすでにスピーチのところで言ってっていたと、まあその後のね、補助金経済等々っていうようなところまで、含めて一日も早く自立しなきゃいけないとこういうことをおっしゃっていた。まあそのための経済を作るっていうのも大事なことですよね。ねえ、その志は本当に立派ですよね。とはいえですね、27年間ね、米軍統治下に置かれていた中で、はい、まあ劣悪ですよ、何もやらなかったわけですから、アメリカは。だそういった点で言うと、当然ですね、そのインフラ整備という点では、沖縄県民の方々がですね、受けると言ったりですか、それは当然の権利としてですね、私はあるんだろうなと。じゃあ、その次に、どういう展開を持っていくのかというグランドデザインがね、中央政府にはなかったのかなと。その辺が残念ですね。次の50年というのは、そのまさにグランドデザイン、どうするかっていうのを求められるところになっていくわけですね。そうですね。この時間、有楽町のスタジオ、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。結構ね、沖縄について、今日は掘り下げてやってますけれども、ね、メールやツイッターでもいろいろいただいてます。緑区根巻さん、本土復帰50年、いろいろ考えさせられる日々でした。いろんな記事なんか見てても、基地負担の話ばかりで、基地の重要性について考察されている記事があまり見当たらないこと、現地の人たちは、基地の重要性どのように感じているんでしょうか。本当に負担が減れば平和な島になっていくと考えているのか。隣国の軍事挑発行動も続いているし、今後どのようにしていけば、安心安全に沖縄の人が暮らしていけるのか、今もぐるぐると考えていますと。そこの部分のね、周りの状況がまた変わってきたってことはありますもんね。ですからその辺もね、冷静な、ね、分析であるとか解説というのは必要になってくるんだろうと思うんですよね。要するに基地のですね、まあ、移設といったんですか、基地負担を軽減することが絶対的な正義だとしてね、そのことに前提に立つからこそですね、はい、基地があることによって先制攻撃を受けるんだというですね、指摘ばかりが目立ってますよね。本当にそうなのかどうなのか、はい、まあ軍事的に考えると非常にナンセンスな指摘なだけにですね、その辺も少し公平な、ね、論評というのは必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、そして、続いては教えてニュースキーワードです。北朝鮮で新型コロナの感染が拡大。北朝鮮は12日国内で初めての新型コロナウイルスの感染者が確認されたと発表しました。また16日に朝鮮中央通信が報じております、今日報じたんですけれども、15日夕方までの1日でこの新型コロナ感染が疑われる発熱患者が新たにおよそ39万2900人確認され、この間に8人が死亡したと報じております。感染が拡大していると見られます。
まあ、今まで感染ゼロっていうふうに公式では発表してきておりましたけれども、いや、ここへ来てね、どうなんですかね、これ大変なことになってるんですか。うん。ですから、朝鮮中央通信のね、まあ、はい、報道をですね、分析してみるとですね、今、感染者が、うんうん、公式には0%、おそらくそうなんだと思いますよ。どうしてかというと、発熱というね、はい、症状だけでしか、検証することができない。つまり PCR 検査そのものが行われてないんだろうな、ということが、まあ、伝わってくる。ですから、はい、それに対してどう治療するのか予防するのかというそういうステージには全く達してないんだろうなと思いますけどね。なるほど、ね、まあね、それこそワクチンの提供だとかっていうのを、はいはい、まあ、結構いろんな国々がアプローチはするけれども断ってきたっていうようなこともあるようですよね。ね、ですからそのあたりについてはですね、最も進んだ科学力があるんだから、うん、そのワクチンについてもというところ、そういう自負があるんでしょうね。これが海外からの支援ということになると、この政府に対する不信感というね、はい、体制に対する不信感というところになってくるのかなと思いますけどね。なるほど。でもこれね、オミクロン株は、その、症状が少し穏やかだというような話もありますけど、それはワクチンを打ってるからこそですよね。そうですね。打ったら大変なことになりますよね。ただこれどうなんでしょうね。仮にね、じゃあ人道的な、意味合いでね、ワクチン支援をするにしてもですね、はい、で、やっぱり、その間にね、何かこう問題が発生したときに、例えば、ね、アメリカのワクチン、ね、メーカーがですね、日本に提供する際にも、法的な取り決めってあるじゃないですか。問題が発生したときに、それをですね、問わないとかね。でそういったですね、はい、前提がないと提供できないんですよ、この手のものは。でそういった意味で言うと中国製ということになるけども、中国製効かないから、これそうですよね、中国そのものが今苦しんでるっていうかね、ゼロコロナもう無理じゃないのってなってますもんね。だからそういった意味で言うと、これ北朝鮮が、はい、今後何をね、国際社会に求めてくるのかっていうところがちょっと見えてこないですよね。うん、そんな中でもミサイルの発射を続け、そして核実験もやるかもしれないって、なんだこのチグハグさと思うんですけど。いや、チグハグというよりも、だから要するに国民のね、健康であるとか安全であるとかっていうのを、うん、まあ、全く横に置いといて、自らの体制維持に 100% 全力投球してんだろうなと、そこしか見えないですよね。ミサイルの発射に関してっていうのは国内ではあんまり報じてないと、ここ1週間ぐらいのものはと言われてますよね、ええ、やっぱりこうこの新型コロナに対して一生懸命やってるっていうのを国内的にアピールしたいっていうところがあるんですかね。だからそういった今ね、すごくいい指摘だと思います。やっぱり国内的にはですね、やっぱりこの権力基盤が揺らいできたんではないかなと、はい、これまでだったらその強権的にですね、進めることができたんだけれども、はい、これだけのですね、そのコロナ感染者とおぼしき、人たちが出てきている中で、やっぱりこの疫病の蔓延っていうのはよくね、体制が倒れる一つの大きな要因と言われますよね。飢餓であるとか、疫病の蔓延であるとか。まあ、はい、そういった条件がいくつも重なってきて、いよいよその厳しい状況になりかねないというね、そういう危機感っていうのは体制側にあるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。確かに飢餓の部分で言うと、まあ、都市部はともかくとして地方部などはすでにね、ええ、兵隊さんでもそんなに食べられてないっていうような話が出てきてましたもんね。ええ、そこに加えてこの疫病の蔓延っていうと、悪い条件がいくつもこう重なってきたという状況になってきてるんじゃないかなと思いますね。今朝のコメンテーターは東京有楽町のスタジオからジャーナリスト須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。この時間ここだけニューススクープアップも含めまして、今朝は私飯田は沖縄那覇から放送しております。1952年にサンフランシスコ平和条約が発効しまして、日本は主権国家として独立を果たしましたが、一方で奄美、沖縄、小笠原、アメリカによる統治、まあ、アメリカ軍による統治が続いたということになりました。で、1972年にですね、沖縄は本土に復帰をしたということでありましたが、この奄美、沖縄、小笠原のうち奄美群島はですね、実は1953年の12
12月に日本に復帰をすでにしております。で、それ以降はですね、奄美群島と沖縄本島の間というのが、まあ、実情の線が張られていて、そこから先が日本とアメリカ軍の施政下というふうに分かれていた。復帰の72年まで沖縄の中で一番日本に祖国に近い場所であった辺戸岬、先月私訪問してまいりました。その模様をお聞きください。1953年から72年までのおよそ19年間、沖縄と日本の境は沖縄本島と奄美の与論島の間の海の上、北緯27度線にありました。当時沖縄でここに一番近い場所だったのが沖縄県の国頭村辺戸岬であります。那覇からですね、車で北上することおよそ3時間という、まあ、沖縄本島の最北端にあたるところであります。岬までやってきたんですけれども、この周りもですね、多肉植物のようなね、低い灌木がこう連なっているところに荒涼とした岩の岬が、出てくるという形で、そして深い青い海と、波の音も後ろでうっすら聞こえるでしょうか。さて、1960年代にはサンフランシスコ平和条約が発効した4月28日に合わせて、沖縄と与論島両方から船を出して沖縄の祖国への復帰を訴える 4.28 海上大会が行われました。で、ここ辺戸岬ではですね、かがり火を焚いたというふうにも言われております。辺戸岬の本当突端のところに今来てるんですけれども、ここから北の方を見るとですね、うっすらと島影が見えると。それが与論島であるということで、まあ、双方から船を出してですね、この27度線のあたりで、海の上で集まろうということをやったわけであります。こうした祖国復帰運動の結果、1972年昭和47年の5月15日沖縄は日本への復帰を果たしたわけであります。そしてこの沖縄の祖国復帰を記念して建てられたのが祖国復帰闘争碑であります。この台座の部分に、文章があるんですが、それをここで読み上げたいと思います。祖国復帰闘争碑、全国のそして全世界の友人に送る。吹き渡る風の音に耳を傾けよ。権力に抗し復帰を成し遂げた大衆の乾杯の声だ。打ち寄せる波涛の響きを聞け。戦争を拒み平和と人間解放を戦う大衆の雄たけびだ。鉄の暴風やみ平和の訪れを信じた沖縄県民は、米軍占領に引き続き1952年4月28日サンフランシスコ平和条約第3条により屈辱的な米国支配の鉄砂につながれた。米国の支配は傲慢で県民の自由と人権を蹂躙した。祖国日本は海の彼方に遠く、沖縄県民の声は虚しく消えた。我々の戦いは灯籠の斧に擬された。しかし独立と平和を戦う世界の人々との連帯であることを信じ、全国民に呼びかけ全世界の人々に訴えた。見よ、平和に佇まう宜那摩の里から27度線を立つ小舟は船出し、厳々愛より勝利を誓う大海上大会に発展したのだ。今踏まれている土こそ辺戸区民の真心によってなる中天の大焚き火の大地なのだ。1972年5月15日、沖縄の祖国復帰は実現した。しかし、県民の平和の願いは叶えられず、日米国家権力の恣意のまま軍事強化に逆用された。しかるがゆえに、この日は喜びを表明するためにあるのでもなく、ましてや勝利を記念するためにあるのでもない。戦いを振り返り、大衆が信じ合い、自らの力を確かめ合い、決意を新たにし合うためにこそあり、人類が永遠に生存し生きとし生けるものが自然の摂理のもとに生きながらえうるために警鐘を鳴らさんとしてある。
先月沖縄本島最北端辺戸岬を取材した模様を聞きいただきました。復帰50年にあたる今年の4月28日にも、この辺戸岬で10年ぶりに篝火が再現されまして、10メートル近いその炎というものは与論島からも見ることができたということであります。まあ、この祖国復帰闘争碑にもある通り、沖縄復帰後も米軍基地が残ったということであります。まあ、もちろんですね、安全保障の観点から考えれば、まあ、私もそうですが、現時点で米軍のアメリカの在日米軍の抑止力が必要だという方は多い、私もそう考えております。まあ、ただ面積で見ると本島のおよそ 15% が米軍基地だという状況、まあ多すぎるということ、あるいはあの事故など様々な問題に加えて、これ特に沖縄の本島中部はいいところ全部基地で抑えられているというのはね、経済の発展の阻害というものもあると。まあ、復帰50年、まあ、当時ね、県民の方々国民全員が沖縄の復帰を求めたと、みんな力強く日の丸の小旗振って復帰させるんだということでやってきた、まあ、そのね思いを胸にしながら、まあ、外国の軍隊ではなくってやはり日本国が自分たちの力で国と領土領海を守るというのが、まあ、本来はあるべき姿なんだろうというふうに思います。まあ、そこに向けて時間をかけて議論をしていくということも必要なんだろうというふうに思った次第であります。いかがですか、佐々さん。ですからね、これまでですね、アメリカとどういうね、この基地の問題を含めてですね、沖縄に関して、約束があったのか、そして現在までにですね、どういう協議が続いているのか、やっぱりこのあたりがですね、ブラックボックスに入っているからこそね、ある種の不信の構図ってあるんだろうと思うんですよ。だからやっぱりそこをオープンにして今後議論していく必要性があるんじゃないかなと私は思いますけどね。今日の飯田浩司の OK 浩司アップ、沖縄復帰50年ということで、まあ、それをさまざまな角度から掘り下げるという構成になりました。で、実はですね、この、まあ、他にもさまざまな方にインタビューをしていますので、明日もですね、ちょっと特に経済についての話、沖縄経済同友会の代表理事の方にインタビューをしてますので、その辺も明日もお聞きいただこうと思っております。